ジャニー・エプシュタインは、フランスの映画監督、黎明期の映画理論家、ジャニー・エプステーンとも、1897年3月25日、ポーランド・ワルシャーで生まれる。父が、フランス人、母が、ポーランド人。科学をスイスと、フランス・リヨンで学ぶ。1920年、著書、ラポス・シディ・ウジャード・ヌイ・ウンヌベル・エイタ・デール・インテリジェンスを刊行。 1921年、ルイドルックと出会い、著書、ボンジュールシネマを執筆。1922年、映画会社パテ社と契約し、ナルボンヌとワインについてのドキュメンタリー映画、レベン・デンジェス、イジン映画、パスツールで映画作家としてのキャリアをスタートし、続いて1923年に、バルザック原作、エル・オーベル・ジュルージュ、オリジナルのケール・フィデルを撮る。 ついでアルバトロス社に入って、猛虎の死子、二重の愛等を制作するが、二年後自らの制作会社を作り、ジョルジュ・サンド原作、猛プロや、エドガー・アランポー原作、アッシャー家の松江ラシュートデラメゾン・アッシャーを制作。この二作で映画監督、ルイス・ブニュエルは一回の助監督として、エプシュタインに就いた。この間の莫大な負債のために、1930年、 アベル・ガンス監督、世界の終わりラ・フィン・ジュ・モンドの助監督を務めたり、1936年、マドレー・ヌルノー主演、ケールデグのような商業的映画を撮る。その一方で、自主制作に見切りをつけ、新しい映画形態を模索していたエプシュタインは、フィニステライを皮切りに、ブルターニュ地方や周りの島々の厳しい海の生活を、背景に、土地の素人を使ったドキュメンタリー風の映画を、 取り始める。遺作の短編映画、レフ・デラ・メールに至るまでの、ブルターニュの歌と呼ばれる9本の作品は、今までと一変して、貧しい船乗りたちの、ギリギリの生活から生まれる真実を、白心の映像と音響で描いている。1953年4月3日、パリで死去。56歳。エプシュタインの批評は、初期のモダニスト雑誌、レスプリヌ・ーボーに掲載された。 2005年8月、中編映画、ラグラース・アトロはファースト、短編映画、レ・テンプステアが、DVD コレクション、アバンギャルド、エクスペリメンタル・チネマ・オブ・ザ・ 1920S&1930S として、米国で再生産、再発売された。エプシュタインの名は、現在シネマテイク・フランセーズの上映ホール名に、アンディ・ラングロワ、ロッテ・アイスナーと共に残されている。 a b a 五番、ウィキペディア・ジーン・エプスタインの項の記述より、ありがとうございます。